チャンネル。じゃ、こんにちは。4回目来ました、じゃあ行きましょうか。はい、もう説明しなくても分かるでしょ、はい、過去の動画見てくださいね。じゃか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 6-2。あ、またパ・リーグだ。パ・リーグの2位、ソフトバンク、はい、ソフトバンクだ。ソフトバンクいっちゃいます。もうどうなんだろう、ソフトバンクソフトバンク気になります。はい、ドラフト、いや、なんか強そうじゃないですか。うまいのかどうか。うまそう。やっぱこんだけ強いチームだったらドラフト相当いいのかなみたいな。ドラフトいいから強いのか気になりますよね。はい、ドラフトはそもそもチームの強さに関係ないのかみたいな。もう補強が大事なのかみたいな、うん、でもこれは別にチームの強さっていうよりもスカウトと編成がうまいのかどうかっていうのをそうですね見るっていうね。補強とかも編成ですか。そうですね。あ、でも補強はチーム方針にもよるし、お金もあるんで、マネーゲームになったら勝てないじゃないですか。あ、そうですね。あ、それはもう資金力にもよるんで、それを編成の評価にするのはちょっとかわいそうですね。ドラフトだけが平等なんで。うんうん、確かにそうですね。ああ、はい、さあ、ホークス94年、1位、城島。おお、これはもう、はい、2位 SS です。2位 SS、はい、あ、佐藤さんと一緒じゃないですか。だからこれ、あの、これはスカウトの評価であって、はい、選手個人を測る評価ではないっていう。いや、でもそう思っちゃうんですよね。そう思っちゃダメなんですよ。これは選手の能力を測る基準じゃないんで。はい、でもまあ活躍してるっていう指針ではありますよね、うん、はい、で、あんまり大きく個人個人やりすぎると、はい、もうめんどくさいんで、はい、こいつとこいつとどれぐらい違うんやみたいな。うん、そうですね。はい、もうだからその必要以上には大きくしないっていう。はい、で、2位斎藤瑞さん、はい、無印、はい、で、3位本間さん、BB ですね。BB、はい、はい、もう本間さんもね、バイプレイヤーでもういろんなところなんですから、チームとしては必要な選手だったんですよね。はい、で、95年、はい、1位斎藤和美、お SS、はい、2位松本、土井、無印、両方とも無印。でも2年連続ね、高卒で、はい、まあ大卒社会人っていうのは逆指名始まると、うん、そう、なんかね、いろんな、なんか昔裏金屋とかどこまでが事実か分かんないですけど、あのがあったりしながら囲い込みとかあったかも分かんないですけど、はい、この高卒は純粋に指名なんで、はい、これはもうね、すごいですよね。大成功感ありますね。そうそうそう、2年連続で SS です。96年、はい、井口さん、松中さん、柴原さんと、はい、井口さん SS、松中さん 2SS、柴原さん SS。 うわ、すごい初の連続 SS。 あ、初のトリプル S、 トリプル SS だからここ3年、まあ、だからここのね、井口さん、松中さんは逆指名なんで、はい、まあ、いろんな力が発生してると思いますけど、はい、3年連続で SS5 人ですよ。すごいですね。そりゃ強くなるよ。なりますねそれは強くない。しかもだってピッチャー、キャッチャー、ファースト、セカンド、外野だもん。そう、もうクリーンアップうわ、もうできた。なんかで外国人来るじゃないですか、はい、それは強いですよね。いや、だって考えてみたらタイガースって今までの20年間で SS5 人だったんですよ、はい、もう5人早いすごい。いやいや、さすがですね、ホークス。で、97年、はい、1位永井さん A、 で、2位篠原S、 で、さらに金村さん、無印、はい、篠原は、うん、本当、なんか中継ぎだけで14勝して最高勝率、はい、多分タイトル取ったんですけど、当時、僕まだその時2軍、98年2軍だったんで、はい、当時はもうストレート待っててもう打てなかったらしい。早くて、めちゃくちゃ速く感じたらしいです。そんなに。で、僕が対戦すると、まあ、あとはね、怪我とかもあって、はい、本人苦労したと思いますけど、うんうん、もう僕らのもうストレート速いから変化球とか待ってたもんね。で、それで打ったりとかしてましたけど、ま、はい、っすぐ本当に速かったです、全盛期は。やばいぐらい。で、一回怪我から復活したりして、はい、本人すごい努力したと思いますけど、めちゃくちゃいいピッチャーだったと思うんですね。あ、そうなんですね。98年、はい、1位吉本、はい、無印、2位松、B、 3位小倉から、これ小倉です、うん、無印、はい、ここに来て、はい、ちょっと沈みましたね、はい、98年、はい、ドラフト上位失敗してるチームって、はい、やばいっすかね。だって黄金世代みたいな感じだったよね。そうです、そうです、はい、うん、これはね、1位荒垣って抽選に外れたんですよね、はい、で、吉本行ったんですよ。あ、そうなんですか。99年、はい、1位田中壮志、2位広津さん、3位的場、全員無印。うわ、ここに来て、ちょっとここに来て意外ですね。でもその前に SS がいるからカバーしきれてるんですよ、はい、結局は、うん、まあまあそうですね。でも田中壮志もね、立命館で、あの、大学ジャパン、日米野球一緒に行ったんですよ、はい、めっちゃ良かったですけどね。へ、ストレートも良かったし、チェンジアップもキレキレだったし、いや、絶対活躍すると思ったんですけど、はい、パッとしなかったですね。だから多分ストレートの力がなかったんだろうなと思いますけど。で、2位の広津さんも立正、はい、
大学かな、はい、でめちゃくちゃ大学の時は有名だったんですよ、うん、あの左で、はい、でもうねパッとしなかったです。なんで大学の時にそんだけすごいのに何がこうあれなんですかね。大学とプロ、もし大学生のドラフト候補が地球上で住んでたら、はい、プロは月で住んでますから、はい、そもそものそんなもう天と地の差なんですね。そうですそうです、はい、まあ、たまにね地球人でも、うん、ああ私宇宙でも生活するレベルありますよっていう人いますけど、はい、そんな簡単じゃない。あ、なるほど。で宇宙でも生活できる地球人がプロに行ってめっちゃ活躍するけど、そう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 、地球でまあ今は良くても活躍できない可能性、うん、そう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 、なるほどね。で2000年、はい、山村山田加藤全員無事でした。おお、なんかちょっとだから98年から3年連続で大失敗です。そうですね、基本的には最初があんだけ良かったのに、でもカバーしきれますから。そうですね、こんだけ出てますからね。はい、でもちょっと次いいんじゃないですか。はい、2001年、はい、寺原 AA 杉内 4SS 今までで最高じゃないですか。そうです、すごい。で上内 B、はい、あ、でもこの年いいですね。上内もね、一個なんか急にムキムキになって、はいはい、球めっちゃ速い時あったんですよ。それまでひょろっとしてたのに、はい、あ、なんだったんやなって思ムキムキになったあれで球一気に速くなったんですね。へ、杉内はね、もうそれはもう説明、はい、もうする必要なしみたいな、はい、この3人でこの98から2000年の大失敗をカバーしましたね、はい、この最初のいいのとここのいいのでもう完全にカバーしましたね。で2002年、はい、和田、はい、3SS プラス、めちゃくちゃいいじゃないですか。で荒垣 S、はい、で溝口無印だって、ここですよ、もう斉藤和美、寺原杉内、はい、和田荒垣で5人ローテーションできてますからね。できますねでどんだけ SS がいるんだっていう、はい、でその次2003年にね、はい、マハラ S 守護神が現れちゃうんだよね。本当だ、すごい守護神現れちゃうの、すごい。で木所 B の明石 BB、はい、もうここでもう先発バシって決まって、はい、守護神来て、はい、外国人入るじゃないですか、はい、もう最強、完璧ですね。でその前からいるね、はい、いや小久保さんとかは、うん、多分93年前の話なんで、はい、っていうところの前からのも入るじゃないですか、はい、ちょっと強いよね。強いです。だって私他の球団結構知らない選手いっぱいいたんですけど、うん、ほとんど知ってる。すごい、ホークス。それはね強い、強いですね。自分のねどれだけ分かるかでもね、うん、強いのが分かります。で2004年、江川、高橋、中西全員無印。あ、まあここ でもね他のチームと違うのは、はい、当てたらでかいんですけど、うん、当てなかったのダメさもすごいんですよ。下がりますね、うん、だからロッテとか阪神とか日本ハムもやりましたけど、無印がそんな連発するってなかったでしょ、3人、はい、それたまにはありますけど、もうこの94年から2004年までで3回無印なんですよ、はい、なんか前は散らばってましたもんね、はい、他の球団は1人とかいたり、まあ、B でもいたりしたじゃないですか、はい、そのいないのが3つもあるけど、はい、いた時の破壊力がすごい、すごいです。差が激しい、何なんでしょうね、これね。何なんですか、見る目があるのかないのか分かんないですよ。分かんないですね、本当に。でも逆にこの99、2000、2004がうまくはまってたら、はい、いやすごかったと思うんですよ、逆に。そうですね。だって、まあ、今までやったチームの他で言えば、はい、ロッテだと99で言えば、まあ、清水尚さんとか、はい、まあ、いたわけじゃないですか、はい、ロッテもそんな、その年そんなっすね。日本ハムは99で言えば田中健介いたんで、はい、もうそれもしね、うん、行ってたら行けてたわけじゃないですか、はい、2位なんで。あと2000年って99年と2000年ってなんかそんななんか全体的にいなかったってことですか。そうです、阪神も99、2000ってそんななんですよ、ここまでは。まあでも年によってその豊作か、あ、それもあると思うんですよね。ね、ありますもんね。でもそういうのもまた見えて、それも全部やったら面白いかもしれない。そうですね、はいはい、今88世代とかもすごいじゃないですか。そうですね、そうですね、そこなんか山あり谷ありって感じですね。はい、面白い。でもなんか、まあ、強いなっていうの分かりますね。はい、もう完全に強いです、はい、それはもうあの2000年だからミレニアムもね、王さんと長嶋さん日本シリーズありましたけど、はい、そっからのそのホークスの強さ、うん、物語ってますよね。はい、わかります。で次2005年から、はい、高校ドラフト荒川大西、はい、無印です。しかも荒川に至っては1軍に1試合も登録が、あ、またここで出てきました、はい、この失敗は大きいですよね。そうですね大学社会人が来ます、マッチ、あ、来た小久保さんの後が向きます、はい、2SS2SS で藤岡が B、はい、
次、2006年、はい、福田ロッテに上杉が BB、はい、BB で稲が無印、はい、で大学社会人大隣が AA で高谷が無印、はい、ね、フォークスファン高谷無印なのって言うんですけど、うん、まあ、このルール、その時指数のルールだと無印になっちゃうんですよ。ないんですね。ああ、でその次2007年、はい、岩崎 F の中村晃です、はい、いやなんか私なんか全員知ってるなって思うこれ最初からで大学社会人が大場、はい、強豪で行って、はい、まあ、うまく無印、うん、で久米が B、はい、で2008年辰巳、立岡、近田、うん、無印、うん、だ無印、全員無印も結構いるんですよ。ですね。あ、でもいた時の破壊力だ、中途半端にいいやつがいないんですよ。そうですね。すごいかダメかみたいな。いや、全員無印かめっちゃ S かみたいな。うん、そうそうそう。で、2009年、はい、今宮 SS、 おほほほ、川原下沖無印、無印もうだってもうレギュラーできましたもん。本当、毎年レギュラー出てきますね。出てくる。全員無印以外はしかも頂点見てるからね、S っていうこと。そうですね。2010年、山下、はい、ね、楽天に行きましたよね、はい、で柳田 SS、 山下選手は無印で、柳田 SS、 もちろんですね、で南無印、はい、で多分この年の育成に千賀と海外いるはずなんですよ。あ、同じ年の育成だったんですね。そう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 、だから言ってるんですよ。あのドラフト1位取った山下が、はい、あのまあ、トレードで楽天行って全く活躍しないで、はい、うん、あの育成の一番最下位、プロ野球界の一番最後に指名した回が日本代表のレギュラーのキャッチャーじゃないですか、うん、そうですね。あ、すごい。でも普通に考えるとね、1位が活躍しなかったらいけないんですよ。そうですね。だからドラフト編成としてはもう大失敗ですよね。そうですね、まあ、ラッキーがすごく。で育成っていうのはチームの資金力によって変わるんで、はい、モテるチームもあればモテないチームもあるじゃないですか、うんうん、だから育成から出てきたっていうのをスカウトとか編成の評価やっていうのは僕はちょっと違うと思うんですよ。うん、それだってお金もいっぱい使えて、はい、育成何人も取ってもいいですよって言ったら数打ち当たるじゃないですか、はい、でも片やこっちはそこまで資金出せないから取れない。それは球団の勝利であって、うん、編成スカウトの勝利じゃないと思ってるんですよね、はい、だからそこは平等にするためにはもう育成とかの評価はそこに評価しないっていうのがね。いや、この年すごいですよ。育成6人取ってるんですけど、4位千賀投手、5位牧原選手、6位甲斐選手ですから。でも育成取れないですからね、そんな普通は、はあ、そうですね、はあ、だからそれはソフトバンクっていう資金力がある球団の勝利であって、はい、編成スカウトの勝利じゃないっていうことは僕は思ってるんですよ、うんうん、そうですね、だって同じやり方が、はい、もしじゃあ育成取らないチームのところで発揮できるかっていうと、そのチームとはそれとは取ってないわけですよ。そうですね、はあ、だから平等ではないですよね、はい、まあ、資金力の差っていうのがあるんですからね。そうそうそう、はい、じゃあ2011年、はい、2011年はまた来た、武田、はい、AA、 あ、武田投手 AA なんだ、はいはい、吉本、塚田は無印、はい、で12年が東浜、おー、 SS もうすごいのが毎回出るんだね、毎回ですね。で伊藤、高田が無印、はい、で13年梶谷が AA、で森 S、 今守護神ですからね、はい、でも SS じゃないんだ。で岡本が無印、すごいですよね、毎年 A とか S とかが必ずいますね。だから毎年リーグを代表する選手になって、はい、で頂点見たやつがいるんですよね、はい、すごいなぁ。で14年、はい、で松本、栗原、古澤は無印、無印で15年高橋、小沢、谷川、高橋が B、高橋純平と B、はい、で小沢、谷川が無印、無印で16年田中、古谷、久喜は無印、うん、17年吉住、無印、はい、高橋 A プラス、これ高橋レースね、アンダースファン、で増田、無印、無印で18年甲斐の B で杉山、野村が無印、まあ14年ぐらいからの選手はこれからの選手なんで、はい、まあ、古谷とかね、あのこれからすごい今年栗原とかね、はい、伸びていく可能性もちろんあるんで、いやでもこの近いドラフトでも結構ランクついてますね。そうなんですよ、うん、やっぱりあとはね、やっぱりドラフト1位で取った選手の頑張り度がやっぱりホークスすごいと思うんですよね、全体的に。結局 SS が10人、はい、S が7人、はい、AA3 人、 A3 人、 BB5 人の B5 人、いやなんかだからもうね、ホークスでレギュラーになったら球界を代表する選手なんですよ。なるんですねいや、そうなんで、 SS と S のもう率が半端ない、はい、しかも比較的固まってないんですよ、はい、ばらけているんですよ、いますね、だからずっと強いんですよ、うん、多
だって普通にレギュラーやってたら B ぐらいって言ってたじゃないですか、はあ、で B が少ないんですよ、はあ、だからレギュラーになったらもう A 以上みたいな。そうなんですよ、はあ、だから B が多いってところはだって普通にレギュラーってだけで、はい、それは全チームに同じぐらいの平等さがあるんで、はい、それは一定数いるんで、はい、で B が少ないっていうのがすごいわけですね。逆にすごい B がすごいのはすごいんですよすごいですね、 B が少ないのすごい、はあはあ、だから逆に言うと B が多いところっていうのはダメなんですよ。そう、そういうことですね、はあ、見えてきますね。見えてくるっすね。見えてきます。あとやっぱり本当にあの大体うまくばらけてるところがすごいですね、はい、そうですね。だ多分高橋も多分 S いくらだろうし、はい、あのまあ、この古谷とかも多分栗原とか B 以上に絶対になってくると思うんですよ。甲斐の投手とかも。あ、そうですね。そうですね、はあ、だからすごいっすね。いや、すごいですよ、うん、もっとこの A… あ、カジラとかもひょっとしたら A、S になる可能性もあるし、はい、野手だってまだこれからの人いっぱいいますしね、はい、上位がこれですからね。ほんで下位が押し上げるじゃないですか、はい、それはすごいっすよね。すごい。これもう90年から2000年2004年までドラフトとしたんやっていうぐらい逆すごいですけど、ね、うん、そうですね。だってこの中に甲斐選手、千賀投手とかが入ってないわけですからね。そうです、そうです、そうです。で補強もするじゃないですか、はい、FA で、で外国人もすごいじゃないですか、はい、それは強い。強いですね。ドラフトは成功して、はい、FA でも金使って取って、はい、外国人補強してそれは強い。いやでもだからその補強してるから強いんだって言えないですよね、こうやって見ると。だから自前でもちゃんと育ててるんですよ、うん、ホークスは、はい、で自前で育てながら、うん、足りないところを FA とか外国人で補強してるだけであって、うん、すごい。いやこれはすごいですね。でもねちょっと圧巻でしたね、うん、いやでも面白かったですね。面白いですね、見てると、はい、でもねあの1位から3位まで全滅の年も多分一番多いかもわかんないよ。1、2、まあ2014年までは2013年までとして考えても1、2、3、4、5個あるからね。いや確かに無印の数は他の球団とほぼほぼ一緒なんですよ、うん、なんですけど多分散らばってるし S ランクが多いっていう、うん、いやー面白かったですね。面白かったですね。いや圧巻のホークスの編成でした、はい、そうですね、はい、まあじゃあ次回ですね、はい、はい、楽しみに。